こんばんは。こんばんは。メタモジ TV です。この番組は毎週この時間にメタモジスタッフの生の声をお届けしております。合わせて放送中はソーシャルストリームで皆様からのご意見やご質問、メッセージを受け付けております。どしどしお寄せください。さて、本日のテーマはノートエニタイム4 Windows で実現するニューワークスタイルということで、吉川さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。吉川です。初登場です。よろしくお願いします。吉川さんです。はい、ニューワークスタイルということなんですけれども、はいはい、今ちょうど幕張メッセで、CTEC 開催されていまして、はい、そちらのインテルさんのブースでノートエニタイム4 Windows をご紹介しているんですよね。はい、はい、吉川さんも昨日、はい、昨日は私もインテル様のブースの一角でノートエニタイムをご説明してまいりました。はい、はい、じゃあ最初にCTECってどんな感じなのかということで、今日午前中に取材に行ってきましたので、そちらの方をまずはご覧ください。幕張メッセで開催されているCTECジャパンの会場に来ました。CTECジャパンは最先端の IT やエレクトロニクスの総合店です。メタモジもノートエニタイムを、インテル様のブースで、ニューワークスタイルということで提案させていただいています。ブースの方に行ってみましょう。すごい広いブースなんですよね。インテル様のブースに来ました。ニューワークスタイルということで、ノートエニタイムのご提案をさせていただいています。営業の新来さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらではノートエニタイムの紹介をさせていただきますよね。はい、はい、そうですね。タブレットの新しい使い方としてペーパーレスのご提案をさせていただいております。タブレットというのがパソコンと、置き換わっての、端末ではなくて紙からの置き換えというのが、まあ、一番多いかと思ってます。例えば、日常でも役所での申し込み書だとか申請書、仕事においても、報告書だとかたくさんあるかと思うんですけども、そちらを、紙でやっていると当然、場所の制約、時間の制約があるんですけども、タブレットで入力すれば簡単だと思います。ただ、みんながキーボードを使えるわけではなくて手書きであれば、スムーズに使えるんじゃないかということでの、まあ、ご提案になるんですけども、例えばこれ申し込み書を写ってますかね、これよいしょ、申し込み書の例ですけども、こちら手書きで直接紙で書くんではなくて、こちらに、例えば住所で東京都っていうのを書けば、それを選ぶだけで入力ができますので、キーボードが苦手な方でも、普段紙でやってる通りに、まあ、タブレットは使いこなせるということの、まあ、これは一つの例ですけども、こういったご提案をしております。はい、ブースの様子をご覧いただきました。どんな感じでしたか、吉川さん行かれて。かなりとても多くの方がご来場いただいて、なんて言うんですか、すごく賑やかでした。はい、インテル様 の例のトラさんですね、はい、トラさんも出てきて踊ったりとか、いろいろ質問もされあ、はい、的確にお答えできたかどうかちょっとあれなんですけど、一生懸命説明させていただきました。はい、じゃあ早速なんですけれども、ブースでどういった説明でもされているかを少しご紹介いただきたいんですけれども。はい、まずはその PDF、 まずはそのペーパーレスというところをやはりビジネス向けには重要かというふうに考えておりますので、はい、PDF を使ったデモをお見せしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ早速画面の方で ご説明ください。はい、今日使うマシンはどんなの。はい、はい、そうですね、今日使うマシンは、はい、レノボですか、のシンクパッド2を使います。はい、Windows 版のノートエニタイムをご紹介いたします。はい、で、今日はですね、まあ、ビジネスのシーンではPDF ファイルとかよくお使われることがあると思います。はい、そうですね。はい、でお使いの PDF を読み込んで、それを マークアップして、ね、報告書や指示書にできるというところをお見せしたいと思います。はい、
ではこれはあの Windows のエクスプローラーの画面です。でこちらから、すみません、ちょっと緊張してますのですみません、プログラムから開くを選択しますと、まあはい、ノートエンジャイムがちょっとちっちゃいですけれども、今アイコンが、はい、開くことができるアプリケーションの一覧が出てくるんですよね。そうですね、はいはい、その中からノートエニタイムを開くことで、はい、ノートエニタイムで PDF ファイルを読み込むことができます、うん、で、Windows アプリですので、このようにピンチイン、ピンチアウトで、的確に自由自在に拡大縮小することができます、はい、で、このように読み込んだ PDF ファイルを、PDF ファイルに対して、まあ、自由にアノテーションといいますか、ここが重要だよというふうな形でマークアップすることができます、はい、で、例えばここが重要、すみません、このような、まあ、あのコメントを変えたりすることが簡単にできます、はい、うん、で、ただ単にコメントが書けるだけではなくて、範囲指定をするして、操作することができます。この重要というところを、じゃあちょっとこの辺に置いとこうとか、はい、場所を変えてみたりですとか、はい、大きくしたり、大きくしたり、はい、それから、まあ、あの回転をかけてみたりとか、はい、こういうことが自由にできます。はい、でも、まあ、これこういうようにアノテーションをつけたものを、はい、このままではなくてまた送信したりとか、そうですね、いろいろ、はい、はい、このように、まあ、アノテーションをかけたものを、メールで、まあ、このようにノートエニタイム形式で例えばメールで送信をして、うん、はい、あの部下の方とかに、はい、報告したり、うん、指示を出したりとかいうことができるようになっています、はい、でその他にも、まあ、ページ一覧を表示しまして、これ切れてますかね、ちょっとすみません、左端が切れてます、はい、こうですね、はい、はい、あのこのようにページ一覧を表示して好きな場所に、目で見ながら、必要なところにジャンプすることもできますし、うん、必要なところにページを追加して、要件を書き加えることもできるようになっています、はい、例えばですね、写真をこう追加して、このように写真を追加いたしまして、その写真の上に、マークアップをする、まあ、これをよく読むことというふうな形で書いておいて、はい、あの部下の方にお送りする、うん、そういった使い方ができるようになっています。そうですね、これ PDF、 先ほど PDF 文章を読み込んで、例えば10ページの文章を読み込んで、はい、で今例えば5ページ目の後ろに別の写真のページを挿入するなんていうのもできるんですか。あ、そうですね、 今現在お見せしたのがちょうど、4ページ目に新しくページを追加して、うん、そうするとアノテーションというのも上書きだけじゃなくて、ちょっと別のもっとさらに深いコメント、別のを挿入するなんていうこともできる、はい、はい、そうですね、ここにあのテキストの文章を加えることもできます。はい、あとは、今 PDF を読み込んだんですけれども、はい、じゃあこのようにあの報告、いろいろな報告書とか指示書とか、はい、いろんなことに使えますよね、ノートエニタイム。はい、そうですね、まあ、この形でメールで送ったりですとか、はい、まあ、この、まあ、あの印刷した、うん、印刷した、まあ、紙を送ってもいいんですけれども、印刷結果を PDF にすることもできますので、うん、その PDF の状態であの部下の方に、はい、あの同僚の方にお送りすることもできます、うん、あとやはり手書き、手でコメントをさっと書けるっていうのはすごく便利だと思います。はい、他には、あ、そうですね、はい、他にはあの先、
日本語今までお見せしたのは、はい、本当に手書きでアノテーションするというところなんですけれども、はい、マゼック、日本語、手書き変換アドオンを使いまして、はい、文字の入力のところをお見せしたいと思います、はい、さっきデモで新海さんもやってましたけれども、はい、はい、ではちょっとお見せいたします。これがマゼックの、はい、マゼックの画面になります、はい、例えば、例えばですね、これはトゥドゥリストのつもりで書いております。今点と書いて変換したんです。あ、はい、これは私好きなやり方で点を打つのが点はい、分かりやすいので、はい、それをよくやってます。これは候補に点が出るんですか。あ、はい、こう点と打ちますとこのように点の候補が出てまいります。はい、便利ですね、はい、で例えばじゃあ六本木で打ち合わせがあるというようなことを書いてみます、はい、まあ、このように普通に変換されます、はい、では次に幕張で、幕張で打ち合わせというのをちょっと書いてみたいと思うんですね。、はい、ただ幕張っていう字は、はい、ちょっと難しいんですよね。ですのでちょっとここはひらがなで書かせていただきます。はい、はい、で、この日本語編変換アドオンのいいところは、はい、マゼックのいいところは、はい、このひらがなで書いても、うん、その文字として認識をして、はい、このように変換候補がすぐに漢字として出てくると、うん、はい、そういうそこが良いところです。特徴の一つです。そうですね、便利ですよね、はい、漢字が分からなくても、はい、漢字が分からなくても、このように手書き入力できるというところが、すごく使いやすいところです。手は何ですか。はい、はい、では次のページですね、ですね、はい、ストロークの入力もちょっとご紹介したいと思います。あ、そうですね、はい、まあ、今回は議事録の議事録を書いてると思ってください、はい、で、まあ、で社長や、まあ、その上司の方から仕事は一生懸命するようにと、はい、言われたので書いていってます。はい、でこの時代で一回一回、はい、変換しているとかなり遅くなりますので、ミーティングの最中はこのまま入力することができます。はい、モードのじゃあご説明をちょっとしてみましょうか。はい、この今、はい、マゼックのこの左の上の部分にあるのが、はい、モードの切り替えのボタンとなります。はい、書き流し、今の状態が書き流しモードですね。はい、この状態が書き流しのモードで、はい、でさっきの変換の方はその右側の、はい、こちらになります。はい、で議事録など会議の議事録などその時間がない時などは、はい、特にその書き流し文字で入力をしていただいて、うん、はい、で今入ってますよね。はい、はい、で例えば会社に戻られてから、はい、もしくは帰宅されてから後から変換という機能で、変換していただくと、はい、で先ほどと同じように一生懸命の件はひらがなで書きましたがちゃんと漢字で変換できると、はい、いうところが特徴的と考えております。一番最初は丸なんですね。あ、はい、まあ項目ということで丸をこれは私の趣味で。はい、はい、サインとかがいいですね。書き流しそうですね。はい、はい、はい、ビジネスではよく使いますよね。はい、では私のサインを。吉川さんのサインを。はい、これで何でも買ってください。はい、はい、はい、今日今ご説明しているのは、はい、Not Anytime for Windows、はい、Windows 版の、
ノートエニタイムをご紹介しています。はい、はい、こちらの今あの手書きの部分あったんですけれども、これは有料なんですよね。アドオンになるんですよね。あ、そうですね。あのこの、マゼックの手書きの変換部分は、はい、有料でお提供しています。はい、ノートエニタイムは無料でお使いいただけるんですけれども、はいはい、あの手書き、はい、手書き変換アドオンとして600円でご購入いただけますと、はい、こちらの変換が使えるようになります。はい、あるいはノートエニタイムのプレミアム版、そちらの方をお買い求めいただきますと、もうすべてほとんどのものが入っていますね。はい、まあ、あの言語も、はい、まあ、英語は13言語使いますし、はい、インクとかインクも使います。はい、で今はキャンペーン中で1950円なのでかなりお得です。はい、まあ、昨日もちょっといろいろお話しさせていただいた、はい、いただきまして、まあ、ノートヘリタイム使ってるよという声も大変多くいただいたんですけれども、はい、まあ、そういう使っていただいている方には本当に使っていただいているんですが、逆に全然ノートエニタイムって何って言われる方もまだまだいらっしゃいました。はい、でこれらのアプリは、まあ無償で無料でダウンロードできますので、はい、ぜひダウンロードしていただき、実際に手に取ってお使いいただければと思います。はい、意外とあれですね、これをただって知らない方は、はい、そうですね、こんなに機能があってただなのというふうにびっくりされることはあります。昨日も多くの方に、ね、じゃあ来たらダウンロードするよと言ってくださった方が何人かいらっしゃいます。はい、それはあれですね、これを見ていただいている方は、うん、おそらくもうノートエニタイムは知っている方が多いんですけども、はい、周りにはこれがただだと知らない方いらっしゃると思うので、はい、ぜひおすすめを。そうですね、はい、ちょっとじゃあまとめてみます。ノートエニタイムで、ニューワークスタイルということで、ビジネスで、はい、使われているペーパー、紙の書類などを、データに置き換えて、PDF ですとか写真とかもコメントもかけて、はい、ノートエニタイムでお使いいただくと、かなり実現できるものが多くなるかと思うんですけれども、はい、まずは紙をデータに置き換えるご提案、はい、あと、マゼック、さっき今ご紹介したマゼックで、はい、キーボードがちょっと苦手な方、はい、あるいはキーボードを打てない状況にある場合に、マゼックですと手書きで入力変換できるので、はい、こちらもおすすめはい、ですよね。そうですね、はい、昨日 の, ブースでも、はい、お客様からタブレットはどうしても、まあ、タブレットは使いたいんだけれども、うん、ソフトウェアキーボードがどうしても使えないんだというお客様がいらっしゃいまして、うん、本当にマゼック の, この手書きでの入力 の,、はい、認識の精度の高さを、に評価いただいたといただいておりました。はい、あと、まあ、会議中で静かな、あとは、ね、あまりキーボードの音がしないところでさせちゃうといけないところで、はい、というところでこういう入力はかなりいいかと思うんですけれども、はい、そう、はい、ぜひお使いいただきたいですね。はい、はい、あと何か他にシーテックで気になったようなところってありますか？先ほども少し申し上げましたけども、はいはい、本当に、ノートエニタイム使ってるよと言われる方が多くいらっしゃいまして、はい、応援しているからとい う, いうコメントもいただきまして、うん、本当にありがとうございました。はい、実際に使われている方のタブレットをちょっと見せていただいたりとかしますと、はい、まあ、ノートエニタイムを使ってその、うん、なんていうんですか、同人誌みたいなものを作られていただいたりとか、はい、イラストを描いたりですか、はいはい、4コマ漫画などを作られている方もいらっしゃいました。はい、で本当に、応援してくださっているということがよく分かりましたので、はい、私もものづくりの端の方で頑張っておるものですから、はい、すごく勇気づけられた気がしております。今後とも本当ノートにタイムをよろしくお願いしたいと思っています。はい、で、まあ、その場でもいっぱいご要望もいただけましたので、はい、また
あの開発の方に伝えて検討していきたいと思っております。はい、CTECは、1日から5日まで、あさってまでまだ開催していますので、行くよっていう方はぜひインテルさんのブースのメタ文字のコーナーもお立ち寄りいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あと私も今日午前中にあの取材を兼ねて行かせていただいたんですけど、はい、もういろんな最先端のものが出てまして、新しい携帯、そうですね、もうすぐ出るドコモさんのブースでは新しい携帯ですとか、はい、あと 4K テレビとか、はい、いろいろすごいものがたくさん出てて、はい、ゲームもありました。そうですね、はい、すごくあの楽しいですよね。楽しかったですね。はい、なので、はい、行くよっていう方はぜひ、はい、メタ文字ブースにもお立ち寄りください。はい、今日は以上になります。じゃあ、はい、吉川さんの方からないですか、今日の CTECでこういう話がありましたエピソードは。 CTECでこういう話がありましたというエピソードですね。CTECですね、はい、まあ、私が行った日はすごくあの台風で中だったんですけれども、昨日だったんですね、はい、でもあのすごいあのいっぱいの人が、はい、大勢の方がご来場いただいてまして、はい、あの本当に賑やかでしたね。うん、そうですよね、はい、あとはそうですね、今回、インテルさんのブースということで、はい、Windows でのノーテンタイム、うん、あ、そうですね、はい、これあの、まあ、メタモス TV でノーテンタイムっていうのを、ね、いろいろ、まあ、iOS も、うん、まあAndroid も、やらせていただいてますけども、なかなか Windows 版っていう紹介ができなかったんですけども、ね、はい、まあ、機能的にはほぼどれも同じなんですけど、はい、やっぱりビジネスで使うとなると、そうですね、やっぱ何でも Windows っていうのは非常に強いので、そうですね。ですから例えば Excel で作った書類を PDF 化して、うん、その上で同じマシンでまたノーテニタイムで、はい、上から手書きを書いて、また PDF で送るみたいな。はいはい、できますね。あと本当ノーテンダム今あのご説明あった通りマルチプラットフォームなので、はい、いろんな使い方ができ、 そうですね、はい、その状況に合わせての使い方ができるかと思いますので、はい、あのデジタルキャビネットを使って、はい、あのね、まあ、あの iOS ですとか Android ですとか、はい、Windows ですとか、あのそれぞれデータをもう同期をして、うん、同じデータを使いますので、その点でも、はい、あの使いやすいというふうなご評判をいただいております。はい、ぜひ、はい、ノーテニタイムで、実現するニューワークスタイルということで、新しいビジネススタイルが生まれるといいんですけれども、はい、ぜひご活用ください。じゃあ次回予告になります。来週10月10日メタ文字アプリ最新情報出ました。最新情報、最新情報ですね、はい、何か情報があるということで、また、まあ、はい、多くはよく見ていただいている方は最新情報といった時には、はい、どんなことが起こるかというのは、まあ、ご存知の通りなのであれですけど、はい、ぜひ期待してください、ね、はい、これ以上言えない最新情報ということで、はい、そうですね、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、また来週よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。